What's up みんな、すなです。今日はですね、僕が個人的に注目している新環境で使えそうなトラップカードを紹介しようと思います。それがこちら、自爆霊のいざないです。ということで、なんでこのカードが新環境で使えそうかっていうのを紹介する前に、まず効果を見ていきましょう。条件、相手モンスターを攻撃宣言時に発動できる効果、その攻撃を受ける自分のモンスターを自分が選び直すという、単純明快の第1弾からあるカードなんですけど、超速のラッシュロードに収録されて、マスターロードで再び注目されるんじゃないかという、長い時を経てちょっと注目したカードなんですけど、このカードどうやって使うかっていうと、まず新環境で使われることが多くなりそうなカードがこの2種類、エクディシス・カリギュレオンとザ・クリエイターですよね。このカードは言わずもがな最強カードなんですけど、こいつらに組み合わせることで結構嫌なことできちゃうなって思ったんですよ。どうやって使うかっていうと、まずカリギュレオンは墓地のカードの数かけ100アップするってことで、もう火力お化けの化け物が誕生するわけなんですけど、カリギュレオンの攻撃力が4000とかになっちゃったら、もうなかなか突破できないんで、相手はカリギュレオン以外のモンスターを殴りに来ると思うんですよね。そこで登場するのがこちら、自爆霊のいざない。これで対象をカリギュレオンに変えることで、相手をモンスターを破壊しつつ大ダメージを与えることができるっていうカードなんですよ。その他には、カリギュレオンの攻撃力がまだ2500とかに満たない時に、自分の他のモンスターに対象をすり替えることでカリギュレオンを守りつつ、この自爆霊のいざないとその破壊されたモンスターで攻撃力が上がるっていうことにもつながるんで、カリギュレオンが育ってない時は守りに使ってあげて、プクプク太ってくれたらカリギュレオンにぶつけて大ダメージっていう使い方ができます。そしてもう一つ、ザ・クリエイターなんですけど、このカードは能力が強いのはもちろんなんですけど、守備力も高いのに注目してほしくて、守備3000ってことで、守備表示にしておけば自爆霊のいざないで対象をザ・クリエイターに移すことで、守備力3000あれば大体は突破されないと思います。ザ・クリエイターの守備力で守ったり、他のモンスターにすり替えて、ザ・クリエイターを場に残らせれば、次のターンまたザ・クリエイターの効果で手札1枚墓地に送って墓地のモンスターを蘇生できるっていう、守りにも攻めにも使えるカードなんですね。ってことで、僕はこの自爆霊のいざない、これから割と使える盤面も多くなってくるんじゃないかなと予想しました。という感じで、今日は自爆霊のいざないを紹介してみたんですけど、新しい強いカードがどんどん増えてくるんですけど、それに合わせて昔のカードも見直されてきたりして、カードゲームって改めて奥が深いなと思いました。ということで、皆さんも新環境に向けて、あれ意外と使えるんじゃねっていう思ったカードがあったら、ぜひコメント欄にお願いします。ということで、この動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録お願いします。バイバイ。